どうも、おつか、歴史くんでございます。5月18日、今日の歴史3分講座。本日は、戊辰戦争が終結した日でございます。教科書でもおなじみ、戊辰戦争。ざっくり分けますと、薩摩長州を中心とした新政府軍と江戸幕府の軍勢、旧幕府軍が戦った戦争ですね。で、何をもって終結かというと、この日はですね、函館戦争、五稜郭の戦いが終結した日なんですね。これをもって戊辰戦争は終わりとなってます。で、当時ですね、北海道、蝦夷にはですね、蝦夷共和国という新政府軍とは独立した政権があったんですね。で、ここの陸軍奉行並みは土方歳三さんが務めたりしてますね。で、トップの総裁を誰が務めたかというと、榎本武揚さんという方で、この榎本武揚さんがですね、新政府軍に降伏をしたのがこの5月18日ですね。で、この今日の歴史動画でたびたび戊辰戦争を取り上げてますけども、めちゃめちゃざっくり振り返ってみましょうか。まず1月3日に鳥羽伏見の戦いご紹介しました。これは京都と大阪の間ら辺にあるね、鳥羽と伏見で新政府軍と旧幕府軍が激突して、これで戊辰戦争がスタートします。で、まずはあれですかね、甲州勝沼の戦いも紹介しましたね。これは新選組がね、名前を甲陽鎮武隊と変えて甲府城を目指したんですけども、先に土佐藩の板垣退助の陣将隊に取られてしまって、でその後勝沼という場所でぶつかった激突した戦いで新政府軍が大勝利を収めてますね。で、その後ですね、山岡鉄舟と西郷隆盛の会見が行われてますね。これは江戸無血解除に向けての下準備ですね。まあ、ほぼほぼそこで内容は決まってるんですけども。で、その後、新政府軍が江戸の方に来て、山岡鉄舟から代わってですね、勝海舟さんが西郷さんと会見をして、江戸無血解除が成し遂げられてますね。で、その後ですね、5月に入りますと、紹介したばっかりですね、上野戦争が勃発するわけですね。これは旧幕府軍の軍勢の中で組まれた将棋隊というのが中心となって、新政府軍と、当時の寛永寺、今、上野公園に、ね、なってますけども、あの辺りが激しい戦場となってますね。で、この将棋隊のトップだったのが、青天をつけて、甲羅さんが演じてる渋沢喜作誠一郎さんですね。ただ、上野戦争の前に、将棋隊の中の内部分裂で脱退して、飯能の方でですね、渋沢誠一郎さんは戦ってますね。これを飯能戦争って言いますけども、ここには同じく渋沢栄一さんのいとこである小高惇忠さんもいれば、あとは渋沢栄一さんが養子にした渋沢平九郎もいますね。で、この戦いで平九郎さんはね、討ち死にしてますね。まあ、それと前後して、まあ、並行してですね、新潟県越後の方でも戦いが起きてますね。これは北越戦争ですね。まあ、主に長岡藩が新政府軍に攻められた戦いなんですけども、長岡城の奪い合いが行われてますね。で、長岡藩には当時河合継之助っていう方が家老を務めてて、新政府軍との小千谷談判っていう会談が、まあ、失敗に終わってですね、戦争になっちゃうんですよ。で、ここを攻めてた新政府軍の代表的な人誰かというと、山形有朋と黒田清隆ですね。どちらも後に総理になりますね。で、こちらも、まあ、奪い合いの末、結局は新政府軍が勝利を収めてます。で、そして福島県の方でも激戦が繰り広げられてますね。まず白川口の戦いで白川小峰城あたりが戦場になって、で、その後二本松城も戦場になってね、二本松の戦いが起きて、さらに屈指の激戦となったのがやはり会津若松城をめぐる戦いですね。会津戦争ですね。こちらもまあ籠城戦の末ですね、新政府軍が勝利を収め、で、この頃ですね、東北は奥羽列藩同盟から、さらに長岡藩とか新潟越後の国の藩も入れて、奥越列藩同盟というのを組んで新政府軍と戦ってました。で、じゃあ蝦夷共和国の総裁になった榎本武揚さんはその時どうしてたかというと、この奥越列藩同盟に加わろうとするんですけども、それがもうね、8月とか9月頃なんですよ。そうすると奥越列藩同盟もう崩壊してますので、で、あの榎本武揚さんはね、品川沖の方に船を本当は新政府に渡さなきゃいけなかったんですけど、旧幕府のそれを渡さないっていうので、最初立山の方に逃げて、江戸湾ですね、まあ、東京湾の方に逃げて、で、何艘か4艘ぐらい返すんですけど、残りはそのまま東北の方に行って、で、奥越列藩同盟が崩壊したからっていうので、その後蝦夷に上陸して、で、上陸した場所がね、函館じゃないんですよ。函館に行くと新政府軍の備えがあるからっていうので、あの内浦湾って函館の上の方の湾があるんですけど、そこの鷲の木というところから上陸して、北から五稜郭を攻め落として、で、その後土方さんとかが中心になって松前城を攻め落としたりして、蝦夷共和国が誕生するんですけども、当然ね、新政府軍がほっとくわけないということで、その後五稜郭の戦い、函館戦争が起きて、最終的には降伏を迎えたということですね。で、今ざっくり戊辰戦争を追いましたけども、これ以外に全国各地で新政府軍、旧幕府軍に分かれて戦ってます。あ、宇都宮戦争忘れてた。宇都宮戦争もあります。いろいろあるんですよ。
ではそんな戊辰戦争最後の戦いだった函館戦争から問題いきましょう。五稜郭というのはもともと函館の海の方に作る予定だったんですけども、海の近くだと敵の船が来たら、まあ、当時は異国船を意識してますけども、船が来たら砲撃をすぐ加えられてしまうということで、内陸約3キロぐらいですかね、海から離れて作られてるんですね。まあ、これは砲撃がうまく当たらないようにということで作られたんですけども、なんとですね、この函館戦争の時にバンバン新政府軍の砲撃が五稜郭に命中してしまうんですね。なぜ新政府軍の砲撃はいとも簡単に五稜郭に命中したでしょうか。まあ、これまあ様々な理由があると思うんですけども、よく言われてる一個大きい理由があるんですよ。ある建物が原因です。これは今五稜郭に復元されている建物なんですね。では正解いきましょう。正解は五稜郭の奉行所の太鼓櫓がいい的になったからでした。ちょっとまあざっくりとしすぎた答えかもしれませんけども、基本的に平たい建物ばっかり建てた方がいいんですよね。大砲の標準に合わせられないように。ただ、やはり日本の文化なんですかね。櫓を建ててしまったんですね。だいたい高さが 16.5 メートルで、これが海から見えたそうなんですね。だから新政府軍は、だいたいあそこら辺だっていうので、標準が非常に合わせやすく、で、もう次々に命中してしまって、まあ五稜郭の中では死傷者も出てますね。だから五稜郭に籠城してた方は、なんでバンバン砲撃が当たるんだ、原因これだっていうので慌てて取り壊したというふうに言われてますね。ただ時すでに遅しということで、新政府軍の激しい砲撃がどんどん命中したそうなんですね。でちなみにこの五稜郭の戦いには旧幕府軍蝦夷共和国の一員として渋沢喜作さんがいるんですね。ここには上野戦争から敗れた彰義隊の方々も混ざってたんでいたんですよ。ということで、ね、きっと、まあ、土方さんも登場するしということで、大河ドラマ青天を衝けでも大きく取り上げられる戦いかなと思います。お楽しみに。以上、5月18日今日の歴史3分講座でした。今日も一日頑張れ歴史。